わあ、美味しそう。さっちゃん、犬や猫じゃないのよ。分かってるわよ、おばさん。お母さんに相談したの？別に、そんな必要ないでしょ。まあね、姉さん生きてたらあんたと同じこと言っただろうけど。でもね、しつこいようだけど、子供育てるって大変よ。大丈夫よ。吉野や千佳だってちゃんとあれしてきたんだし。さっちゃん、よく考えてね。あの子は妹だけど、あんたたちの家庭を壊した人の娘さんなんだからね。関係ないでしょ。あの子はまだ生まれてもいなかったんだから。これでまた嫁に行くのが遅れるわ。